経団連の中西博明会長、75、イコール、日立製作所会長イコールが6月1日の通常、総会をもって辞任することが10日、分かった。経団連は後任に、住友化学の十倉正和会長、70、を選任する人事を内定し、10日午後に発表する、方針。中西氏は、リンパ腫の再発で、昨年7月から入院治療を進めていたが退院時期が見通せず、経団連の活動に支障が出ると判断した。今後は治療に専念する見通し。新型コロナウイルスの感染拡大で企業の経営環境は悪化し、米中対立で国際情勢も混迷を極めている。経団連は発信力や政府との調整力が問われており、中西氏の辞任は痛手となりそうだ。